では公文的曖昧性の階層について稲岡が発表します。今回参考にした書籍はこちらです。発表の流れはこのようになっています。まずはじめに、公文的曖昧性が何なのかっていうのと、その中で出てくる優先的解釈、選択制限というものについての説明、そして公文的曖昧性の実際のその解決っていうものの手順を説明して、最後にその制度の向上について説明します。まずはじめに公文的曖昧性について説明します。公文的曖昧性とは、例えば文が複数の公文が考えられる場合があります。例えばこちらにある例文ですと、おいしい米と雪が特徴だという文章ですと、その、上だと、おいしい米っていうものと、雪なんで、雪はおいしいってわけじゃなくて、米がおいしいっていう解釈ですね。で、下がその雪と米の両方がおいしいって言ったような解釈です。で、こちらはどちらも日本語の文法としては別におかしなものではないんですけど、実質に考えると、上の解釈が、人間だと普通かなっていうふうに思います。で、人間がこのような解釈、このように上の方が正しそうだっていう判断ができるっていうのは、人間がそういう何かの判断を基準を持って解釈しているというふうに考えることができます。で、その中で登場するのが優先的解釈というものです。実際にコンピューターなどで処理するときに、どうやってその上と下どちらが正しいかっていう判断する基準の例なんですけれども、例えば A の B の C といったような文の一部があったときに、これは例えば、A、そのですかね、A が何を修飾しているかっていうふうに考えたときに、B の可能性もあるし C の可能性もあるんですけど、その中で近い B の方を就職しているっていうふうに優先して考えるだったりとか、例えばその名詞で動詞して動詞したのような文章ですと、その名詞がどっちにかかっているのかっていうふうに考えた時に、上と同様に近い方にかかっているといったように方を優先して解釈するといったものであったりとか、あと下にある何とかはっていう句はその文の最後の述語にかかっているっていうふうに解釈するといったものがあります。その他にも選択制限というものがあります。これは動詞や形容詞の項にはがかかるものに制限があるといったふうな考え方です。例えばこちらの例にあるもので言うと、その食べるという動詞はその食べ物にしかかからないといったような制限です。下で言うと、そのチョコレートを食べるとだったらチョコレート食べ物なので文章として正しい、おかしくないっていうなんですけども、下にある裁判を食べるだと食べ物じゃないものを食べるっていう解釈なので、そういう解釈を排除するっていうふうな考え方です。ただしこの選択制限という考え方にも限界がありまして、その例としてそのメタファーであったりとかメトニミーというものがあります。日本語を含む多くの言葉でその言葉通りでない使い方、言葉の使い方っていうものがあります。例えば下で言うと、みんなで鍋を食べるっていう文章ですと、その鍋っていうその器を食べるわけではなくて、実際はその鍋の中に入っている食べ物を食べるっていう意味です。それをさっきの通りに選択制限の考え方で考えてしまうと、鍋は食べ物じゃないからおかしいっていうふうになってしまいます。その下にも、私は世の光であるっていったそのメタファーですね、その比喩という文章、比喩のこの文章もそのおかしい、でも選択制限の考えだとおかしいというふうになってしまいます。で、そこでその単語と単語のつながりやすさっていうものをスコアで表して、そのスコアが一番高い構文っていうものを見つけることで曖昧性を解消するっていう方法があります。その問題っていうのは、その最大全域義を解決するグラフの問題と考えることができます。ではまずはじめに全域義について説明します。全域義というのは、グラフのそのノードを全部含んだ、ループのない辺の集合です。例えばこの例ですと、
まあ、まずそのグラフのノードを全て含んでいるっていう条件はまあ分かると思います。とどこのノードにもなんか繋がってないものがなくて、まあ、全部繋がっているっていう条件が満たされていて、かつそのループも起きていない、 このような木が全域儀の例の一つです。まあ、他にも、まあ、このような全域儀も考えることができます。こちらもループがなくて、まあ、全部、まあ、繋がっている、全部のノードに繋がっているという条件を満たしています。でこちらは全域儀でない例です。こちらはジョンとソーの間でループが発生しているので、まあ、全域儀ではありません。またその全域儀を構成したとき、そのノードが数は今回4つなんですけれども、その全域儀の場合は必ずノードの辺の数がノードよりも1つ少ないといったことが起きます。今回ですと、まあ、4つのノードがあるのに対して辺が4つなので、まあ、必ずループが発生してしまうということですね。まあ、こちらは、まあ、そもそもメアリーが取り残されてつながってないので全域ではありません。また、まあ、のループも発生しています。で次にその全域儀のスコアについて説明します。全域儀のスコアは全域儀を構成する有効辺、まあ、矢印の辺ですねのスコアの合計になります。まあ、式で表すと、まあ、このようになります。まあ、全て全域儀の、まあ、有効辺集合を一つ一つ取ってきて、まあ、その有効辺のスコア、あ、すいません、この S スコアなんですけど、そのスコアの、まあ、合計っていうのが全域儀のスコアになります。で次にこの S っていう、まあ、関数が、まあ、有効辺のスコアを、まあ、求めるものなんですけれども、その有効辺のスコアについて説明します。で有効辺のスコアっていうのはその単語と単語のその依存関係に影響する要素っていうものを数値として表す、その組成関数 FM に、重みそのラムダ M をかけることによって導かれます。じゃ実際に単語間の、まあ、依存関係を特徴づける、まあ、組成っていうのは 何なのかって言いますと、まあ、下にあるようにその単語そのものであったりとか、その単語の品詞などがその組成になります。例えばまあ、品詞でいうと例えば名詞と動詞とか、名詞でも例えば、まあ、細かく言うと例えば名字と名前みたいな、そういう細かい、まあ、単語の種類であったものが、まあ、単語の組成になります。あと、まあ、単語そのものっていうのが例えば特徴ですね。例えば曖昧なその名字とか名前とかじゃなくて、具体的に例えばチョコレートであったりとか、そういった具体的な単語そのものですね。その単語間の、まあ、間の関係、間のその関係っていうのが、まあ、スコアとして計算します。で実際にその重みラムダ M っていうのはそのさまざまな、まあ、組成の中でどれを重要視するかっていうものを、まあ、考えた時につける重みです。例えば、まあ、品詞は重要視したかったらその品詞の組成関数のラムダを大きくしたりとかいう感じですね。でその積が、有効辺のスコアになります。で次に最大全域儀について説明します。で最大全域儀というのはスコアが最大になる、有効辺で構成される全域儀です。まあ、式で表すと、まあ、このようになりまして、まあ さっきのその全域儀の式の後ろに前に、まあ、アグマックスがついているだけなんですけど、でこのようなその全域儀の 有効辺の集合というのが最大全域儀になります。では実際に最大全域儀というものを、まあ、こちらの例文を使って説明します。の導出を説明します。まあ、まずはじめにその文章の、まあ、先頭に、まあ、ルートっていう、まあ、擬似的なノードを追加しています。でその各ノードの間にあるその有効辺っていうものがその有効辺の間のコスト、有効辺のコストがその有効辺の上に書かれています。上とか下に書かれています。でその最大全域儀を導出する方法の一つとして、中流エドモンズ法っていうものがあります。今回はこの方法に従って導出していきます。まず各ノードへの入力辺で、スコアが最大のものを選びます。まず先頭のジョンは、ルートから、
あ、そうですね。ジョンは、ルートからマイナス6が来てて、ソーから、30が来てて、ミアリーから、4が来ている。4がですね。4が来ているので、その中で一番大きい、ソーから来ている30っていうのが最大っていうふうになります。で、同じように、そのソーという単語は、ジョンから来ている、20の濃度が大きくて、ミアリーは、ソーから来ている30の濃度が大きいっていうことですね。で、今これ、選んだ濃度が、3つあるんですけども、この3つを選んだ、その3つで構成される、グラフが、全域であったら、もうそれはすでに、最大、全域というふうになるんですけども、今回だとジョンとソーの間でループが発生してしまっているので、そもそも全域ではないということで、当然ながら最大全域でもないということになります。なのでこのループの部分を、解決してあげる必要があります。まずそのループが発生している、ジョンとソーという濃度を一つの濃度に集約することを考えます。この図でいうと点線部分がそのループが発生している部分で、集約しようとしている濃度です。まずその集約している濃度から出ている辺のうち最大のものを残します。逆に言えば最大のもの以外は取り除きます。ここでは濃度からその集約濃度から出ているのが3と30っていうのがありますが、その中の大きい方である30を残します。残りもう一つの3の方を除去します。このようになります。で、次にその縮約しようとしている濃度へ向かう辺について見ていきます。まずはじめにそのルートからその縮約しようとしている濃度に来ている道を考え、あのルートを考えます。一つはそのルートから、青いやつですね、ルートから、ソーに向かった後ジョンに向かうっていう、ルートがあるんですけど、もう一つはルートからジョンに向かってソーに行くっていう、2つのルートがあります。で、一つずつそのコストをけ、コストじゃなくて、スコアを計算していくと、ルートからソーに行った後にジョンに行くやつは、ルートはマイナス5プラス30で25で、ルートからジョンに行った後にソーに行くルートは、マイナス6プラス20で14なんで、14なんで、ルートからソーに行った後ジョンに向かうルートの方が、スコアが大きい。ということになります。で、でそのそちらの方の、ルートが大きかったんで残し、そちらの方のそのルートから縮約する濃度へのその辺を残します。で、その辺のスコアを、その計算結果で置き換えます。同じようにしてそのミアリーから縮約しようとしているその濃度へのその有効辺も同じようにして、置き換えます。で、ここまでできたらまた初めのと同じ作業を行って、その大きい、スコアが大きい順に、各ノードへの、有効辺のうち、大きいものっていうものを、最初と同じようにこう選びます。で、今回はこの真ん中2つを1つの縮約と縮約して考えているので、これで全域が完成しているっていうふうになります。ただそのジョンとソーンの間の関係がちょっと今ないんで、このように、さっき消したやつですね、その本来ならソーからジョンに30があるので、このようにして、最大全域っていうのが導出されました。で、最後にこの方法、その精度の向上の方法について説明します。と、今回の方法ですと、今回の方法よりさらに精度を上げる方法の一つとして、その英語や日本語が持つその飛行差条件というものを利用します。その飛行差条件というものは、日本語の文や英語の文のかかり受けの関係が、交差しないという特徴です。その特徴を利用することで、さらに精度が向上できるというものがあります。例として、例えば
MST パーサーっていうものがあるんですけれども、そちらでは飛行差条件が利用できないチェコ語においては 85% の精度があるんですけれども、その飛行差条件が利用できる、まあ、日本語や英語、まあ、そういった言語の精度では 90% を 90% 強といったふうになっていまして、その飛行差条件っていうものが、まあ、精度に有効、飛行差条件を利用することで精度を上げることができるっていうものがあります。以上で発表を終わります。